西武鉄道株式会社は、埼玉県所沢市に本社を置く、鉄道会社である。登記上の本店所在地は、東京都豊島区南池袋にある。東京都北西部と埼玉県南西部で12、鉄道路線と関連事業を運営する、西武グループの主要企業で、日本の大手私鉄の一つである。また、プロ野球、埼玉西武ライオンズの親会社である。西武の名称は、武蔵国の西武に由来する。また、利用客は、西武鉄道の路線のことを、西武線と呼ぶことが多く、車内放送などでも、西武線と呼称している。スローガンは、あれも、これも、叶う。西武鉄道は、東急や阪急電鉄などの大手私鉄と同じように、企業の多角化が他社よりも早く行われ、また、自社の不動産を中心とした、非鉄道事業が、大きな利益を上げている。祖業が堤康次郎率いる不動産会社の箱根土地であるため、他社に比べ土地の買収が早く、西武沿線はもちろんのこと、神奈川県、千葉県の房総や、伊豆箱根地方や、堤康次郎の出身地である東区、滋賀県にまで及んでいる。七里ヶ浜海岸を私有地として保有していて、海岸を持つ数少ない鉄道会社となっている。昭和中期には、箱根の不動産開発をめぐり小田急グループと箱根山戦争と称される縄張り争いが繰り広げられた。現代では2003年から小田急電鉄と観光地や鉄道沿線事業での提携や東急線西武線丸ごと切符といった共通商品の開発に乗り出しており、また2013年以降は東京メトロ副都心線を経由して西武池袋線と東急東横線が相互直通運転を開始するなど対立していた小田急や東急と現在では協調路線をとっている。鉄道事業での収入より不動産部門の方が主となっているが2006年のグループ再編により日本国内のリゾート関係の不動産は兄弟会社のプリンスホテルや西武プロパティーズへ段階的に譲渡されている。旧宮家の持っていた東京都市にや駅前の超一等地、神奈川県の箱根や湘南、長野県の軽井沢といった人気リゾート地に、ホテルやスキー場、ゴルフ場などの広大な土地を所有しており、企業の土地資産価値で日本一の時代もあった。かつては阪急や東急、近鉄を抑えて大手私鉄の中で時価総額が最大であった。その恵まれた土地資産を活用して、石神井公園駅、大泉学園駅、小手指駅周辺などの沿線再開発のほか、赤坂プリンスホテル跡地に大規模な再開発ビルで、ある東京ガーデンテラス紀尾井町を開業した。また、所沢駅周辺や東京都区部の池袋、品川、高輪でも再開発を進行、計画中である。西武グループとして、商業施設や小売、外食店を展開しているものの、関東の大手私鉄では、相模鉄道や東京地下鉄とともに、グループ内に百貨店を持っていない。これは、創業者である、堤康次郎氏後、西武鉄道などは、堤義明率いる西武鉄道グループ、西武百貨店などは、堤清二率いる西武流通グループの2グループに分かれたため、ただし、2003年のミレニアムリテイリング第三者、割当増資時に、和田茂明社長が、堤義明会長へ打診し、西武鉄道が出資を引き受けた。2006年の西武ホールディングス設立に伴う、国土の第三者割当増資時にはミレニアムが10億円出資を引き受け、セブン&アイ・ホールディングスが、ミレニアム株式を現金で買い上げるまでの数ヶ月間は、株式の持ち合い状態であった。2020年時点でも、西武グループの統括会社である、西武ホールディングスとセブン&アイ・ホールディングスは、連携強化のために、お互いに株式を持ち合っており、西武鉄道、プリンスホテルと西武池袋本店が共同で、外国人観光客誘致を行う、秩父で採れた農産物を西武の特急列車で輸送し、西武池袋本店で販売するなどの協業を行っている。西武百貨店の小店舗として登場したスーパーマーケットの西友が西武沿線に多いのはグループ分裂前に発展過程で店舗と土地を賃貸しているのが現在まで継続しているからである。しかし、西友が米、ウォルマートの子会社になってからも、西友とのつながりは未だに深く、西武鉄道の開発するニュータウンや駅改良工事後に、西友の新店舗が開店することが多い。また、西友の小売事業として発足したファミリーマートとは、駅中コンビニトーマニーの展開で提携しているなど、かつてのセゾングループとのつながりを見ることができる。一方で、西武鉄道グループとしても、西武プロパティーズを介して、ペペやエミオなどの駅ビルやビッグボックス、アウトレットモールといった大型商業施設の運営を行っている。また、西武観光と称する旅行代理業部門を要しており、一般客向けには、西武線のターミナル駅構内に窓口が置かれている。近年は、東京移住者が増加傾向にある。西武鉄道の利用者の数は減ってはいないものの、京王電鉄などと比較すると増加の割合は2009年度現在、約 3% も西武鉄道の方が少ない。他社、特に小田急電鉄や東急電鉄では、利用客の増加に対応し線路の複々線化が活発であるが、少子高齢化が進行すれば、利用客の減少が近いうちに問題となることを予想し、西武鉄道では複々線化について歯止めをかけている。一方、老朽化した駅施設などのリニューアルは活発に進めており、1999年の田無駅を皮切りに、野方、花小金井、狭山市、東長崎、江古田、東久留米、所沢の各駅で駅舎の全面改築が行われている。2007年からはファミリーマートと協業した駅売り店、トーマニーや2010年代以降は駅ビル型の中小規模な駅中商業施設としてエミオやより大規模なグランドエミオを開業させ、駅の改築に合わせて順次展開していく見通しである。衆議院議長に就任した堤康次郎西武鉄道は2006年2月の西武グループ再構築まで長きにわたり、堤家の国土が株式の多くを保有する同族経営であった。康次郎亡き後は後継者となった堤義明による経営手腕で1960年代以降、プリンスホテルスキー場、ゴルフ場、スケートリンクなどのリゾート開発とニュータウン、宅地開発などが東日本を中心に大規模に推し進められた。兄弟会社であったプリンスホテルの不動産物件はほとんど西武鉄道の所有であり、プリンスホテル社は運営のみを行っていた。また、1978年には国土がクラウンライターライオンズを買収して西武ライオンズを誕生させ、プロ野球球団経営に進出する。建築には西武建設、庭や芝生管理に西武造園を用いるなど内部経済で国土、西武鉄道グループとしての規模を拡大させ、社員3万人を有し、西武王国と言われた。また、1980年代には、堤義明は世界の富豪入りを果たした。1957年から東証一部に上場していたが、2004年に発覚した証券取引法違反事件により、同年12月に上場廃止処分となり、その後の国土、西武鉄道、プリンスホテル間での事業領域の再構築と不採算物件の売却が行われるなど大きな転換期となった。2004年2月に総会屋の求めに応じて土地を安く譲渡させる形での利益供与が発覚し、総会屋側と利益供与に関わった西武鉄道と西武不動産販売の役員を合わせて11人が商法違反で逮捕、送検される事態となった。これにより、同年4月14日に、旧西武鉄道グループ、西武ライオンズのオーナーで、西武鉄道、国土会長を務める堤義明と、戸田博之西武鉄道社長が、記者会見を開き、西武鉄道会長、社長職の引責辞任を発表する。これにより、同族資本の鉄道会社は、東武鉄道と富士急行が残るのみとなった。後任の西武鉄道社長には、小柳輝正専務が昇格する形で就任した。約6ヶ月後の同年10月13日に、堤義明国土会長が急遽記者会見を開き、有価証券報告書虚偽記載を公表。国土会長職なども辞任表明をした。実態的には、西武鉄道株式、西武株の国土持ち株分の多くを、西武鉄道グループ各社の従業員持ち株会、OB 関係者と、堤義明国土会長ら、1000名以上の個人の名義株に偽装し、国土、伊豆箱根鉄道など上位10名の西武、株式保有分のみで東京証券取引所の上場廃止基準である 80% を超えていたことを伏せて株式公開していた。1000円台の堅調な値動きをしていた西武株は発表翌日からストップ安となり、東京証券取引所、証券取引等監視委員会、東京地方検察庁も西武鉄道、国土幹部への事情聴取に乗り出した。西武鉄道は連鎖的に同じ事態が発覚した伊豆箱根鉄道と共に株式名簿管理を証券代行会社へ委託せず自社内で行っていたが、株券の電子化では証券保管振替制度によって株券を証券保管振替機構の参加者口座を通じて予託するが、その過程で名義人の実在確認が必要となるため、もともと電子化が導入された時点で名義株が発覚してしまう事態は予想されていた。なお、この株主偽装は上場当初の1957年から存在したと言われている。一方、発表前の同年9月前後に西武鉄道と国土を通じて取引関係のあるキリンビール、サントリー、東京コカ・コーラボトリングなどの複数の飲料メーカー、王子製紙、ワコール、日立グループ、三菱電機、小田急電鉄、鹿島、前田建設、クレディセゾンなど30企業に対し、西武株式8000万株を虚偽記載であることを伏せたまま売却した。10月の虚偽記載公表後の株価下落による損失を招いたことで、株式買い戻し請求が起こされたとともに、売却を打診した国土、西武鉄道の幹部や堤義明前会長に対しては、インサイダー容疑で合わせて捜査が行われた。これらの事態によって、東証は11月16日に、虚偽記載という不適切な情報開示と、公益、投資者保護を理由に、西武株式の上場廃止を決定し、11月17日に、整理ポスト入りさせ、12月16日をもって、取引を終了し、翌17日で、上場廃止となった。伊豆箱根鉄道においても、西武鉄道が 50% 超を持ち株保有していると2000年度分からの有価証券報告書を訂正し上場廃止となった。上場廃止となるのはそれまでは企業の倒産や M&A 株式公開買い付けに伴うものが通例であったことから極めて異例の事態であった。2006年のライブドア事件においても告示のケースで上場廃止となっている。2005年3月3日に、堤義明は、証券取引法違反容疑で、東京地方検察庁特別捜査部に逮捕された。同年10月に、東京地方裁判所で、執行猶予付きの有罪判決を受け、2009年10月に、刑猶予期間満了となった。この事件に際しては、国土の幹部社員と、小柳西武鉄道前社長が、相次いで自殺している。株式問題と並行して2004年11月に西武鉄道と国土は共同で西武グループ経営改革委員会を発足させ、2005年1月には国土の事業部門と西武鉄道などを新設する持ち株会社の傘下に入れるなどのグループ再構築を発表した。また、旧経営陣は退任し、メインバンクであるみずほコーポレート銀行副頭取で、西武グループ発足後に西武鉄道の代表取締役社長となる後藤高氏らが迎えられた。再編スキームとして資本再構成によって西武鉄道は鉄道事業主体の普遍的な民営鉄道会社となり西武グループの再編が完了した。西武鉄道株式については有価証券報告書の虚偽記載が上場廃止の理由であったため2004年度内のジャスダック上場を目指していたが、年度内上場はスケジュール的に難しく、コンプライアンス体制強化後の上場を目指すことになった。2006年のグループ再編後は株式移転により西武ホールディングスの子会社となっているが、同社株主には上場廃止前と同等に西武鉄道の株主優待乗車証などが金呈されている。そして2014年4月23日に西武ホールディングスとして東京証券取引所第一部へ上場した。西武グループ発足後は後藤高志が代表取締役社長として西武鉄道の新しい体制を築き上げ始めた。この新体制の鉄道事業において特徴的なのが自社のイメージチェンジである。2007年、西武鉄道が中核となる西武グループのスローガン、出かける人を、微笑む人へ、が表すように、現在は他社と同じく、量は元より質の向上にも力を入れるようになった。同年には社内にスマイル&スマイル部が開設され、鉄道ファンや子供に対するイベントを年間多く実施、企画支援線の人にもっと西武線と親しんでもらおうと考えている。その第一陣として登場したのが、西武のイメージトレイン3万系である。それ以前の西武鉄道を思わせる硬い雰囲気に一線を画し、ソフトさをイメージしている。2007年2月には、西武鉄道とプリンスホテル、伊豆箱根鉄道など再編後の西武グループ各社が手掛ける物販、ホテルリゾート各施設でのポイントサービス、プリンスポイントとプリンスポイントカードを共同で導入。2006年9月に先行する形で提携カード、西武プリンスカードの発行が、クレディセゾン、西武鉄道、プリンスホテルの提携によって開始された。同カードでは、クレジット決済による定期券購入が可能となり、2007年3月開始のパスモオートチャージサービスへも対応している。なお、グループ再編前の1980年代より、旧プリンスホテルと、西武交通などの利用に限定されたハウスカード、プリンスカードが存在しており、従業員関係者や西武グループの上得意客向けに限定されて発行されていた。2005年4月にクレディセゾンと旧プリンスホテルが提携したプリンスカード、セゾンが一般向けにも募集されるようになったが、西武プリンスカードとはサービス面で関連性がなく、新たに新規申し込みする必要が生じた。2012年10月及び2013年3月、親、会社西武ホールディングスの大株主である外資ファンド、サーベラスキャピタルマネジメントは、大規模なリストラ案を株主提案した。具体的には不採算5路線の廃止、埼玉西武ライオンズの売却、プリンスホテルのサービス料の値上げ、品川駅周辺の再開発案の策定とされる。これに対し、西武が拒否したため、2013年4月下旬を期限とする敵対的 TOB へ発展した。なお、2013年3月21日の報道で、サーベラスは路線廃止や球団売却などを強要したことはないと否定している。また、沿線自治体からは、路線の存続を求める声も上がっており、若林久志社長は、埼玉県秩父市に対して、公共交通機関なので守ると説明している。もともと西武軌道が使用していた車掌で、西武の西をモチーフにしたもので、野球のボールに似た形をしている。2007年4月1日に、西武鉄道とその子会社の車掌が新車掌に変更されたため現在の西武鉄道では使用されていないが、一部既存車両の側面に、まだ旧車掌が取り付けられている形式が存在する。しかし、これも、現在徐々にではあるが、車体更新に合わせて、取り外しが進行中である。新生西武鉄道を象徴する一環として2007年4月1日から、使用が開始されている。西武鉄道のシンボル。旧車掌と同じように、西武の西をモチーフにしている。それぞれマークの形の意味として、二つの輪は、様々なものが、鉄道によって出会いつながる姿を、果実のようなデザインは、交流によって生まれる、実りイコール、地域、社会の発展を表現。カラーリングでは、グリーンで、自然との調和、濃いブルーで、信頼と安心、安全、明るいブルーで、新しいことへの挑戦をイメージしている。2008年4月からは、既存車両側面に表示されるようになり、同時に西武鉄道の制服もリニューアルされるなどして、多くの場所でこの車掌を見かけるようになった。なお、社名ロゴのフォントも制定、変更され、西武という英文表記もされるようになり、同社の広告に記載されたり、シンボルマークとともに、全営業車両の先頭車両乗務員室扉横に貼り出されたりした。ただし、近年、英文表記はあまり使わなくなり、同社が発行する広報誌、西武鉄道河原版の表紙には2013年度以降、記載されなくなった。また、2014年4月の消費税率変更時に、運賃表を貼り替えた際、一部駅の運賃表下にあった西武の英文表記が西武鉄道の漢字表記に変更され、駅のリニューアル工事後の駅入り口看板も同様に変更されている。さらに、2013年度以降導入の3番系、近年に検査入場した車両、フルラッピングで車体色が変更された車両は、西武の英文表記が西武鉄道の漢字表記に変更されている。東村山市北山公園にて、西武のイメージトレイン、3万系。西武鉄道は、現在の池袋線系統の路線を開業した武蔵野鉄道が新宿線系統の路線を開業していた西武鉄道を合併してできた会社である。武蔵野鉄道は1911年10月18日に鉄道免許を取得し、1912年5月7日に設立。当初は巣鴨駅を起点とする計画であったが、東京府が池袋駅を起点にするよう指示したため、1913年4月に計画を変更。1915年4月15日に、現在の池袋線の一部である池袋駅飯能駅間を開業した。1922年に池袋駅所沢駅間、1925年に飯能駅までの全線を電化し、1929年9月10日に、阿賀野駅まで開業させた。なお西武豊島線は1927年に、狭山線は1929年に開業している。一方、1924年に箱根土地が武蔵野鉄道沿線の東京府北豊島郡大泉村に大泉学園都市の分譲を開始。武蔵野鉄道に東大泉駅を建設した上で寄贈する。翌1925年には、武蔵野鉄道の株式を取得した。また、箱根土地は1928年、村山町水地及び小平地区一帯を開発すべく、多摩湖鉄道を設立。4月6日に国分寺駅萩山駅間を開業し、1936年12月30日に村山町水池まで開業させ、全通した。1932年に箱根土地社長の堤康次郎が、経営危機に陥っていた武蔵野鉄道の株式を買い集め、再建に乗り出す。1934年8月28日、武蔵野鉄道は、鉄道抵当法に基づく強制執行が実施され、運賃収入が強制管理人に差し押さえられる。1935年1月21日からは、9ヶ月分の電力料金17万円滞納を理由に、東京電灯から、制限送電を受け、最大 5600kW を必要とするところを 4000kW しか受電できなくなった。通勤時の輸送能力が激減して混乱を招いたため、東京電灯側は沿線住民に対して制限送電を行う経緯を記した文書を配布し、理解を求めた。経営は一層苦境に立たされるが、1936年に武蔵野鉄道と債権者の間で和議が成立する。1938年、大口債権者である東武鉄道の初代社長根塚一郎らがようやく債務免除に応じ、経営再建に道筋をつけた。1940年3月12日、武蔵野鉄道は同系の多摩湖鉄道を吸収合併する。10月、堤は根津及び浅野財閥から株式を取得して、過半数を確保し、社長に就任した。西武鉄道は、川越鉄道に始まる。川越鉄道は、神武鉄道の関連会社として1892年8月5日に設立され、1894年12月21日に現在の西武国分寺線である国分寺駅、久米川駅間を開業させた。さらに、川越鉄道は1895年3月21日に現在の西武新宿線の一部である久米川駅川越駅間を開業させた。その後、1920年6月1日に武蔵水電に吸収合併された。武蔵水電の前身は1906年4月16日に川越久安町駅大宮駅間を開業させた川越電気鉄道である。合併後、川越久安町駅大宮駅間の路線は川越東線となった。1921年10月、武蔵水電は同年に淀橋町、角筈荻窪村間を開業させていた西武軌道を吸収合併した。西武の名前はこの会社が起源であり、現在の西武鉄道が2007年3月まで使用していた西武の西という字を図案化した車掌もこの会社のものであった。翌1922年6月1日に武蔵水電は帝国電灯に吸収合併されたが、帝国電灯は鉄軌道部門を切り離し、武蔵鉄道として独立する。同社は同年8月15日に西武鉄道に社名を変更した。また、川越久安町大宮駅の路線は大宮線となった。1925年、安比奈線南大塚駅安比奈駅間を開業。1927年4月16日にこれも、現在の西武新宿線の一部にあたる村山線。高田馬場駅東村山駅間を複線、電化で開業。同時に東村山駅川越駅間を電化し、高田馬場駅川越駅間の直通運転を開始した。同年8月30日には、現在の多摩川線を開業させていた多摩鉄道を吸収合併した。1935年12月27日、西武軌道線を東京乗り合い自動車に委託した。委託後、同区間を譲渡するまでの歴史は、都電杉並線歴史を参照のこと。1941年、前年に川越線の開業に伴い休止していた大宮線を2月25日に廃止した。1943年6月、箱根土地が経営権を獲得。堤康次郎が社長に就任した。1944年6月、第二次世界大戦下の食料不足に対応するため、沿線の高地を利用した大規模食料供給を目的に食料増産株式会社を設立した。また1944年には東京都からの委託によって糞尿輸送が開始された。当時都内の糞尿処理はトラックで湾岸へ運び船で東京湾へ捨てていたが、人手不足とガソリン統制により、処理が追いつかなくなっていた。そこで、東京都長官の大立茂雄からの要請で、武蔵野鉄道と西武鉄道と食料増産の3社が一体となり、専用貨車と積込所、貯留施設を作って、大規模な糞尿処理に当たることとなったのである。同年9月10日夜から、普通貨車による糞尿運搬の臨時運転を開始し、11月21日には、専用貨車を用いた本運転に入った。この糞尿輸送列車は、お愛電車、黄金電車、黄金列車などと呼ばれた。この時の輸送力はあまり高いものではなく、積込所も2カ所、貯留槽も7カ所しかなかった。社長の堤康次郎はさらに輸送規模を拡大させ、当時都内から排泄されていた1日約38000石の糞尿すべてを処理できるように構想を立てた。専用貨車を115両新造して、輸送能力を1日2万石に上げるとともに、両鉄道沿線の数十箇所に、糞尿貯留槽を置き、約27万石の糞尿を貯められるようにする。そして輸送は主に深夜に行い、その帰りは、貨車の上に特設台を設置し、都内向けの野菜を運搬しようというものであった。しかし衛生面などで問題が続出し、糞尿輸送は次第にその輸送量を減らしていった。書類上は1953年3月30日までの契約であったが、実際には1951年に輸送が休止して、以降、再開されないままの廃止で、堤の輸送拡大構想は結局実行されないまま終わった。なおこの糞尿輸送が行われている最中に、武蔵野鉄道と西武鉄道と食料増産の3社が合併しているが、社名に農業を付して西武農業鉄道とした由来は、このようなことにある。戦後、西武鉄道の復興は他社に比べ目覚ましいものだった。大手他社が国鉄モハ63型の割り当てにより体制を整えようとしている中、西武鉄道では国鉄の繊細車や事故車、これらが枯渇すると老朽廃車となった木製車を大量に譲り受け、自社の所沢車両工場で改造、修繕や木造車体の鋼体化を実施した。これにより、モハ63型申請割当の見返りに従来、車を地方私鉄に供出する義務から解放され、輸送力増強を成し遂げたのである。国鉄の改造車ばかり走っていたことから、利用者からは第2の国鉄とまで呼ばれていた。徐々に車両数が増えると車体を新造するようになったが、台車や機械類は国鉄から譲り受けたものだった。しかし、1954年からようやく車体の完全新造が始まった。この時、登場した351系はこれから長きにわたる西武電車の基本デザイン、湘南デザインを確立した。この時の西武線を走っている電車といえば、雑多な形態の電車を連結して、武蔵野台地を駆け巡るという印象が強かった。戦後の西武鉄道の方針は、質より量で、車両の高速化はいち早く実施されてはいるものの、他社では1950年代中盤から登場した、いわゆる高性能車の導入はせず、他系列との並結を考慮し性能の統一化を図ることから、一貫して旧来の吊り掛け駆動の増備を続けていたため、見せかけの新車と揶揄されていた。その後登場した西武発の高性能車ともいえるカルダン駆動の601系、701系電車にしても、旧来の吊り掛け駆動車との並結が前提で、機能的には動力伝達方式をアップデートしただけであり、吊り掛け駆動車と並結することによって、カルダン駆動本来の性能を発揮できていなかった。電動車の台車は申請されるようになったものの、付随車の台車は国鉄から譲り受けた、旧式な吊り合い両式の TR11 系の改造品であった。従来車との混用を考慮しない、電気制動を可能とした真の意味での高性能車が導入されたのは西武秩父線開業を控えた実に1960年代終盤のことであった。1963年11月1日からは他社ではまだ6両編成が最長でしかも18メートル級車両で編成を組んでいた時に西武鉄道では池袋所沢間に日本の私鉄で初めて10両編成を走らせ単位輸送力を確保した。乗車率が最大で 200% を軽く超えていた時代のことであり、西武鉄道の質より量という方針が初めて結果につながった瞬間となった。1969年には自社のイメージの確立に乗り出し、現在でも利用者の西武鉄道のイメージである黄色い電車の第1号となる101系が登場する。その後101系で、冷房試作車が登場、翌年集中式冷房の採用が決定したのをきっかけに在来車両の高性能化及び冷房化が急ピッチで施行されるようになった。この過程で1977年には西武鉄道で初の本格的な4扉車かつ境時直波制御、回生ブレーキを採用した2000系も登場し、省エネルギー化や乗降時間短縮にも貢献するようになった。こうした質的改善により、1985年5月には、車両冷房化率は 92.2% と、大手私鉄全車中3くらい、関東大手私鉄では1位に達した。戦後、復興の際の経営戦略が非常にユニークで、他鉄道会社と異なっていることから、現在の沿線イメージ、会社イメージともに、他の関東圏私鉄と比較すると、やや異質の存在として見られていることが多い。他の大手私鉄では、昭和20年代に東京都心部への路線延伸申請を競い合うように行ったが、西武はその動きとは一線を画した。1986年に西武鉄道本社は東京都豊島区から埼玉県所沢市へと移転した。同時に西武グループ本社も移転している。東京都区部に路線を持つ鉄道事業者は現在も都区内に本社を置く場合が多いが、このように中心機能を東京の中心地から離した例は、他に東京都新宿区から多摩市へ移転した京王電鉄や2013年に本社を東京都墨田区から千葉県市川市へ移転した京成電鉄がある。本社移転の狙いは、主要路線が2本交わる所沢駅を中心とした都市開発を行って、沿線の開発、活性化を図ることや、沿線や輸送サービスの実態確認の容易化のためである。2017年1月16日、西武ホールディングスは都心事業の展開を強化する目的で、2019年春にかつての本社所在地に建設するビル内に本社を移転した上で入居することを発表し、西武グループとしては33年ぶりに池袋の地へ復帰することになったが、西武鉄道の本社は所沢市に残る予定。路線図現有路線の総延長、旅客営業キロは 176.6km で、日本の大手私鉄では5番目に長い営業キロを持つ。成立や運転系統により、池袋線系統と新宿線系統に、おおむね大別できる。この池袋線と新宿線が西武鉄道の主要幹線であり、池袋駅が西武鉄道における最大のターミナル駅である。また、本線系統から完全に独立した路線として多摩川線がある。また、東京地下鉄とともに政令指定都市に路線や駅が所在していない大手私鉄となっている。実施中の乗り入れ高架化された池袋線練馬駅、池袋線と新宿線には、未だに開かずの踏切が点在する。この状況を解消すべく、地方公共団体が主体となって、立体交差化に取り組んでいる。池袋線は、2015年1月25日に、桜台駅大泉学園駅付近までの高架化が完了した。新宿線は、2021年現在、中井駅野方駅間の地下化工事と、東村山駅付近の高架化工事がそれぞれ行われている。西武鉄道の路線では、西武有楽町線を除く全線で ATS を使用している。このうち、新交通システムの山口線を除く全線では、高周波連続誘導車上速度照射式 ATS を、山口線では転制御による多情報編集式 ATS をそれぞれ採用している。西武有楽町線では、西武線で唯一の ATC を採用している。山口線と西武有楽町線を除く全線で使用されている高周波連続誘導車上速度照射式 ATS は他の ATS や初期型の ATC よりも高性能な保安装置である。AF 軌道回路を用いた ATS は西武鉄道の他に阪神電気鉄道、阪急電鉄、山陽電気鉄道、相模鉄道、西日本鉄道で採用例があるが、西武鉄道ではパターン式となっている。過去に西武線では AM 系自動空気ブレーキ車や貨物列車が走行していたことから、ブレーキ性能別に制御する必要があるため、ATS 作動時には非常ブレーキがかかる。制限速度以下になると自動的に緩解する。分岐上では軌道によって、信号を送ることができないため、ループコイルを使用している。JR 福知山線の脱線事故を受けて、急な曲線、分岐機箇所等の制限速度に対しても、列車を自動的に減速、または停止させる機能を追加した装置への更新を行い、2010年6月に完了した。西武有楽町線で使用している ATC は、レールに設けられた、軌道回路に先行列車の位置及び、進路の条件に応じて作成された ATC 信号を流し、車内では列車の許容最高速度を示す信号を連続して現時、その信号源時に従って列車の速度を自動的に制御する方式である。かつて乗り入れ先の有楽町線を含めた営団及び後身の東京地下鉄各線や国鉄及び後身の JR 東日本常磐観光線で使われていた CSATC とほぼ同じものであるが、東京地下鉄では副都心線に新 CSATC を採用し、有楽町線でも西武有楽町線と同一の ATC から新 CSATC へと変更されている。西武有楽町線は全駅の出発信号機が停止定位であり、この ATC により駅停車時に段階的に減速する。2005年に更新された新型自動放送は担当声優は上りが豊田真由美、下りが鈴木盛久が担当しているが、玉川線など駅の設備上の都合では異なる場合がある。また、西武鉄道では一部駅を除いて独自の発車メロディを使用している。1994年2月に使用を開始し、最盛期には50種類が存在していた。駅、ホームごとに異なっていて、当初は主要駅にしか導入されていなかったが、その後は各駅停車のみの停車駅にも導入されている。しかし、種類は6種類まで絞り込まれている。私鉄の中では、京阪電気鉄道や阪神電気鉄道などと並んで、発車メロディの採用は早かった。一部駅では、旧オリジナル発車メロディを、現在も引き続き使用している。ご当地発車メロディーとしてご当地ソングを採用した駅もあり、高田馬場駅は、丸米 CM ソング、上江草駅は、戸部、ガンダム、椎名町駅は、怪物くん主題歌、大泉学園駅は、銀河鉄道999に映画版、主題歌、西所沢駅、西武球場前駅は、ホエロ、ライオンズ、狭山市駅は、七夕様、新狭山駅は、ロッテ CM ソング、本川越駅は、愛の季節、東村山駅は、東村山音頭、練馬高野台駅では、綺麗な川、楽しい場所が採用されている。車内自動放送は1992年登場の 6000系から搭載が始まり、同年以降に製造された新型車両と2006年度以降に更新された 2000系、新101系のワンマン使用車に搭載されている。車内自動放送は本線通勤車用、特急車用、山口専用、多摩湖専用、多摩川専用の5種類が存在する。2008年の東京地下鉄副都心線開業、相互直通開始に伴い更新され、これまで日本語のみだったのがさらに英語も加えられた。日本語の声優は1992年当初から石毛美奈子が、英語の声優は初の英語車内放送採用の2008年からクリステル千有が担当している。更新前の自動放送と比べ、日本語はかなり簡略化されたが、これは車掌の肉声によってわかりやすい情報を提供するためだとしている。特急以外の自動放送は基本的に日本語では列車種別案内、自駅停車案内、乗り換え案内、出口案内などを行い、英語では出口案内以外の日本語放送と同じ内容を案内する。山口線では西武ドームで試合が行われる日、埼玉西武ライオンズ試合宣伝時は応援歌のホエロライオンズの BGM が流される。特急車用の自動放送では日本語と英語で列車種別案内、座席案内、車内設備案内、禁煙案内、自駅停車案内が放送される。停車駅接近時は両国言語で停車駅接近案内、出口方向案内、乗り換え案内が放送される。また、終点の時は忘れ物注意報機も放送される。車内自動放送が搭載されていない車両は、すべて車掌により案内される。車内自動放送が搭載されていても、臨時列車、本線通勤車で見習い車掌の乗務時、装置の故障時、運行障害時などはすべて車掌が案内することがある。西武鉄道には並行ダイヤ区間が池袋線のごく一部にしかないため、ラッシュ時のダイヤは、非常に複雑に、そして巧みに構成されている。特に池袋線ではその特徴がよく現れていて、全国でも珍しい千鳥停車が行われている。これは種別、行き先を問わず、どの電車も乗車率を平均的にするために行われる複雑なダイヤとなっている。しかし、千鳥停車は平日ラッシュ時のみで、ラッシュ時は毎日の通勤や通学で慣れた人がほとんどであり、混乱はなかった。さらに千鳥停車を行うことにより、優等列車が停車する駅での渋滞が少なくなるため、複線のみの時代でもラッシュ時間帯では複線のみの路線では、日本の私鉄最大の1時間に29本もの運転本数を確保し、輸送力増強に大きく貢献した。最盛期には10もの種別が設定されていたが、一度は種別数を減らしたものの、後述するように、2018年春より種別数は10種別体制に戻った。新宿線でもかつて千鳥停車を実施していたが、現在は廃止されている。西武鉄道では2018年3月10日、現在以下の種別の列車を運行している。運行している列車種別数は10種別で、これは日本での列車種別数では、京阪の11種別に次ぐ数である。なお、区間準急が設定されていた1998年から2001年までの間は、当時の大手私鉄では、最大の10種別が設定され、また2008年6月から2012年6月までの間は、やはり廃止された拝島快速を加えた9種別が同時に設定されていた。2020年4月1日現在、特急車84両、通勤車1196両の計1294両を保有する。各系列の詳細、使用線区、運用などについては、それぞれの記事を参照のこと。西武鉄道は廃線後に、国鉄から、戦災国電や廃用機器の大量払い下げを受けて、車両の拡充を行っていた。しかし西武秩父線開業とともに質的向上も図られ、大手他社と比べても遜色はない。また、戦後長らく、所沢車両工場において、大手私鉄では、珍しい車両の自社製造を続けていたが、1999年3月2日9108編成の出場をもって終了し、それ以降は全車両が外注となる。日立製作所製が多数を占めているが、2016年度から納入された4万系は、川崎重工業車両カンパニーの製造となった。かつては、貨物、工事輸送用として、電気機関車を数多く保有しており、明治から大正期にかけて欧米から輸入された機関車が昭和末期まで運用されていた。また、西武秩父線開業に際しては、私鉄最大級の出力及び唯一の F 級機となる E851 型を導入しており、貨物輸送廃止直前には客車牽引も実現した。特に前者はその産業遺産的価値の高さもあり、大半の形式が生態保存されている。車体面での特徴では、関東大手私鉄の中では、東武鉄道と共に早くから20メートル級車体の導入に積極的であり、1957年には全車20メートル級車体の501系を登場させている。501系は当時流行していた湘南型デザインを採用しており、時代に応じたアレンジを行いながら3000系まで、実に30年以上にわたって、西武の通勤系車両の標準仕様であり続けた。また、側扉の数は20メートル級の通勤系電車としては、異例となる片側3ドアとなっていたのも特徴である。その後、1990年代以降は、新2000系に代表される4ドア車の増備が進められ、現在3ドア車は、支線区向けの101系が残るのみとなっている。車体色は、戦後長らく、ラズベリーレッドとトニーベージュの赤電飾が使われていたが、1969年の101系導入に、最新新たにレモンイエローの車体色を導入し、新車のみならず一部の在来車も冷房化、高性能化に際して、レモンイエローへの塗装変更が行われた。1994年の9000系を最後に、レモンイエローの新造車は登場していないが、西武=レモンイエローのイメージは今も根強く、2015年には6000系6157回が西武鉄道開業100周年を記念して、レモンイエローのラッピングが施行されている。現在運用されている電車の制御装置はほぼすべてが日立製作所製である。例外として6000系の6156編成、及び001系は三菱電機製、6000系6157編成及び40000系は東芝製となっている。東京急行電鉄、京王電鉄と同様に営業運転から離脱した旧型車両を地方中小私鉄に譲渡するケースが多い。譲渡先にはグループ会社の近江鉄道、伊豆箱根鉄道のほか、流鉄、三岐鉄道、上信電鉄がある。現在、平日と休日の需要変動に応じた柔軟な編成を組むために、編成を組み合わせることも少なくない。池袋線、新宿線では、特急列車を除く、平日の優等列車は、原則10両編成で運転されるが、休日の一部の優等列車は8両編成で運転される。特急列車用、一般列車用、新交通システム用、特急列車用、一般列車用電気機関車、客車ディーゼル機関車、蒸気機関車、貨車軽便鉄道用、車両新交通システム用大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。往復乗車券。西武ドームでの野球など、イベント来場者の利便を図るため、西武鉄道各駅から西武球場前駅までの往復乗車券が設定されている。発売当日より2日間有効。西武鉄道は1枚の通勤定期券で2つのルートを利用できる以下の特殊連絡定期券を発売し、乗客の需要喚起を促している。これらの定期券は、都心側のターミナル駅の利用が可能で、途中接続駅での乗り継ぎも容易になる。当初は西武鉄道のみでの発売だった。西武鉄道発行の西武東京メトロパス西武鉄道は、沿線に秩父や川越といった有名観光地があり、観光客向けにフリー切符を発売している。いずれの切符も西武鉄道の駅員が配置されていない小竹、向原駅と他の西武線の路線とつながっていない玉川線の全駅では購入することができない。その他、一部の駅で購入できない切符がある。通年商品のほか、季節商品やスタンプラリー等のイベントに合わせて西武線、スタンプラリー1日フリー切符などの企画商品が設定される。また毎年埼玉県民の日である11月14日には、その日のみ、利用可能な埼玉県民の日記念1日フリー、切符も発売される。西武鉄道は2003年に小田急電鉄と業務提携を結んでいることから、小田急線各駅で発売している各種フリーパスも発売している。この乗車券には、西武線乗車駅から西武新宿線西武新宿駅までの往復乗車券が追加されている。2013年3月16日からは、東急東横線、横浜高速鉄道港未来線との相互、直通運転開始に伴い、東横線、港未来線で、使用可能なフリー切符の取り扱いを開始した。訪日外国人向けの企画乗車券を発売している。購入時に、日本以外のパスポートの提示が必要となる。過去に発売していた切符シーズン限定の切符として、以下の設定もあった。リニューアル、池袋線武蔵藤沢駅改札。右手にはトーマニー、左手にはお客様オープンカウンターがある。2010年度までに全駅バリアフリー化を目標に掲げ、下記を含めるバリアフリー化事業を行っている。1992年の高田馬場駅ホーム、駅舎改良工事の開始以降、駅のバリアフリー化工事や駅舎の強靭化、建て替え工事が活発に行われるようになった。完成時に切符売り場と改札口の間の階段横にスロープが設置され、西武最初のバリアフリー化が行われている。このスロープは30年経った2007年に改修された。設備改良の主な内容の始まった駅とその年は次の通り。近年では1日の利用客が5000人以下の駅でもバリアフリー化が実施されている。駅売店の改良も行われているが、2007年以降は駅ナカコンビニ等マニーに置き換える場合が多い。エミオなどの駅ナカ商業施設の建設も進められ、利用者の充実性、利便性の向上も図られている。案内表記ホームには2台以上の大型総合案内板が1987年より設置されている。これには最上部に駅名表、下部に西武鉄道路線図、停車駅ご案内、時刻表、急行、準急、確定それぞれの所要時間がまとめて入っている。その後、2008年よりすべてユニバーサルデザインのピクトグラムを併用し、さらに新コーポレートカラーに合わせたデザインとなっている。駅名表のみのものは、1987年の航空公園駅から使用している簡易的なものと2008年の新コーポレートカラーに合わせたデザインのものなど、約5種類存在する。池袋線は副都心線開業に合わせホーム番号、方面を表記する看板をすべて新しいものに交換し、同一デザインとしている。他の駅でも駅設備の改良とともに交換をしている。しかし、池袋線では厚型であったが、その後待機で設置されたものは薄型となり英語表記の他に、韓国語、中国語の表記もされている。2012年以降は、駅ナンバリングが併記されたものへの取り替えや、案内板への駅ナンバリング貼り付けも順次行われている。1970年代に導入された旧ホーム、番号表記看板が現在、鷺宮駅、武蔵関駅、入曽駅、南大塚駅の一部、西武秩父線の一部駅に残っていたが、これも2010年代初期までに取り替えられた。その他、西武鉄道では、すべての駅に、自動対外式除細動機と列車非常通報装置、列車進入警報装置が設置されている。これらの設置は2008年度中に終了した。2007年には遠隔放送装置を導入し、総合指令室より全駅、または指定駅への遠隔放送により正確な情報を迅速に伝達することが可能になった。また、あなたの駅でも定期をモットーに、自動定期券発売機の設置を進めている。また、2009年10月頃より一部駅の自動定期発売機にクレジットカード対応とするためのシステム追加が行われている。また、女性専用車に小学生以下の子供を同伴する男性保護者の乗車も認めており、他社には見られない特徴である。線路面では低騒音化や乗り心地の改善に力を注いでいる。1975年より乗り心地の良い線路のロングレール化が実施され、実施率は日本の私鉄1であった。分岐器での横揺れや騒音を軽減するため、普通分岐器から弾性分岐器への交換を進めている。1996年まで F9 電気機関車の E851 型が走行していたこともあり、線路の基礎は強固である。民家が隣接しているところには防音壁を設置し、対策している。2000年頃から架線柱のビームを丈夫で寿命が長いパイプ式への交換が進んでいる。また一部であるが、弾性枕木直結軌道やバラストラダー軌道、起電吊り架式の架線などの採用も進めて、折衝メンテナンス化にも取り組んでいる。歩行者用、自動車通行可能な踏切ともに、すべての踏切で、遮断機及び警報機が自動化されている。踏切の遮断機、警報機や起動装置などは、ほとんどが1京3政策所製で、一部日本信号製のものが使われている。2008年度には、自動車が通行可能な踏切242踏切に、踏切視障放置装置と踏切視障検知装置の設置を完了した。列車の運転士が運転中に踏切遮断機の作動を確認する線路脇に設置されている表示灯は他社では見られない特殊なものとなっている。他社では電球色で×印の表示灯が一般的だが、西武鉄道では踏切の警報灯と同じ上下点滅式の LED 表示灯となっている。2005年より比較的大きな踏切では、道路と歩行者用通路を明確にし、歩行者の安全を確保するため、歩行者用通路が緑色で塗り分けられている。なお、警報音は設置当初から数十年以上手鳴らしによるカン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 という西部独自の独特な音のものであったが、1990年頃より2世代前、1992年頃より1世代前のものへ変更が始まり、一時期現行のもの含めすべての警報音が重なった時期もあったが、2008年に1世代前と現行の4代目の2つのみに統一された。なお、現在の2つは、駅列車接近警報装置の警報音としても使用されている。車両形式ごとの性能に統一性がなく、同形式でも性能が一部異なる編成もあるため、運転士は形式ごとに性能や操作、感覚を記憶しなければならない。西武鉄道係員養成所には2000系と2万系の運転シミュレーターがあり、定期的に運転士はそこで訓練を受ける。車両の自動放送を簡略化し、車掌に直接わかりやすく、通過駅や接続電車などの放送をさせるようにしている。電車の折り返し動機や停車時間が長い駅では、都度車掌が車内に入り車内温度を確認する。また、始発時や乗務員交代時には、車内と乗務員室の仕切り扉や窓を開け、車内放送が適切な音量であるかを確かめている。保谷、小手指、飯能、上石神井、小平、新所沢の各駅に乗務所が併設されており、運転手と車掌が所属している。また、白糸台、萩山の各駅に併設された玉川線管理所、玉子線管理所に運転士が所属しており、前者が玉川線、後者が玉子線、山口線のワンマン運転を担当している。2020年度は、駅別乗降人員、西武鉄道ウェブサイトより、それ以外は、関東交通広告協議会、東京都統計年間、埼玉県統計年間より、は、浦の乗降人員と比較して、像を表す。池袋線系統は、池袋駅が、新宿線系統は、西武新宿駅と高田馬場駅が突出して、乗降人員が多く、これらの3駅が、西武鉄道のメインターミナルである。また、池袋線系統は、小竹向原駅で、東京メトロ有楽町線及び、副都心線への相互直通運転を行っており、都心方面の利便性と冗長性を確保している。池袋線系統の始発駅である、池袋駅は、1990年代前半に1日平均乗降人員が65万人を超えていた時期があった。1997年度に、都営地下鉄大江戸線が新宿駅まで延伸開業し、2008年度に東京メトロ、副都心線が開業して直通運転を開始するなど、並行路線が開業したことで乗客の転移が進み、2009年度以降は50万人を下回っている。その一方で、池袋駅の手前にある乗換駅の小竹向原駅と練馬駅は乗降人員が増加し、2010年度以降は、両駅とも10万人を上回っている。新宿線系統の始発駅である西武新宿駅は、他路線に乗り換える際に不便な場所にあるため、乗り換えに適した隣駅の高田馬場駅よりも、乗降人員が少ない。同線は、地下鉄への相互直通運転を実施していないため、朝のラッシュ時は、両駅で大量の降車客をさばいている。特に、高田馬場駅では、降車時間の短縮と遅延防止を図るため、上り線に限り、両側の扉を開けられる構造としている。上位15位の中で大半を占めるのは、池袋線の駅である。大泉学園駅は、他路線と接続せず、急行以上の種別が通過する単独駅でありながら、1日平均乗降人員が6万人を超えている。また同駅を含め、石神井公園駅から、所沢駅までの各駅は、すべての駅で1日平均乗降人員が4万人を超えている。朝のラッシュ時に運転される通勤準急は、石神井公園駅を、通勤急行は、ひばりが丘駅を通過する千鳥停車を行い、両駅に停車する快速急行及び急行に乗客が集中しないようにダイヤが組まれている。一方で、新宿線の単独駅で1日平均乗降人員が5万人を超えているのは、田無駅のみである。2006年度以前は新所沢駅も1日平均乗降人員が6万人を超えていた。西武鉄道ではグループビジョンのグループ宣言に常に自然環境、地球環境への配慮を忘れませんと掲げている通り、以下のような環境保全活動を行っている。2008年5月に鉄道会社としては初めてCGISの認定を受けた森林、飯能、西部の森を保有している。認定ランクは5段階評価中3段階目。認定を受けた会社としては最大級で面積は約77ヘクタール。地域市民の憩いの場として、また自然体験をはじめとする環境教育の場として使用されている。2008年9月より5カ年計画で整備をする。2007年に電車から架線に戻された改正電力の貯蔵を行う環境配慮型蓄電装置を日本国内で初めて阿賀野変電所及び小丸変電所に導入した。これにより電力使用量の削減につながった。また、変電所では2001年より整流器の冷媒を代替フロンから環境に影響のない純水に切り替えている。2008年より変電所で定期的に交換される蓄電池の再利用を行っていて、廃棄物の削減を図っている。2005年度以降にリニューアルされた駅や建て替えを施行した駅の一部では、太陽光発電や風力発電システムを導入している。案内表示看板内の照明を LED 化することで消費電力の大幅な削減を図っている。駅の構築で VOC の発生を抑えるため鉄骨材の塗装をやめて溶融亜鉛メッキを取り入れている。また、信号踏切等の設備の塗装では低 VOC 塗装を使用している。2009年度から一部駅でホームや駅前ベンチの緑化が行われた。旧駅舎に使用されていたコレールを活用し、駅の案内表示の柱に使用している。鉄道車両では、軽量化などによって消費電力の削減を図り、新型車両については、これが置き換える旧型車両に比べ、約半分以下の消費電力となっている。また、車内や車体のリサイクル性を高めるため新型車両では、リサイクル可能な素材の採用などがなされている。冷房装置の冷媒を代替フロンに置き換えることによってオゾン層破壊への影響を低減させている。また、使わなくなった一部車両を地方中小施設に譲渡して解体にかかる環境負担を低減させるとともに少子減化を図っている。廃棄物対策として車両部品の非アスベスト化や電子機器プリント基板のひなまり化を図っている。線路内ののり面の緑化を行い環境保全と景観向上を図っている。また、一部社員を地域の清掃活動や自治体とタイアップした植栽ボランティア活動に定期的に参加させている。この活動により、社員が環境に対する意識を高めてもらおうとしている。武蔵横手駅の線路脇事業用地では、ヤギの放牧による草刈りを2009年8月頃より、試験的に開始している。これにより、従来社員が草刈り機を使用していっていた草刈りを省くことができ、草刈り機の燃料費の削減、またこれに伴う環境負荷の低減につながることを期待している。乗車券類のリサイクルを行い、再資源化を図っている。また同じように、電気関係工事で発生する銅くず、鉄くずなどのリサイクルも行っている。2009年4月には日本政府が進める地球温暖化防止プロジェクトチーム-6% に加盟している。太陽光発電については駅併設分以外にも西武鉄道グループとして太陽光発電所を9カ所運営、着工している。西武鉄道では幾多のオリジナルキャラクターを駅や電車内で使用している。2004年頃から西武鉄道が保有する電車の各形式がキャラクター化されている。2007年度よりグッドマナーをありがとうシリーズで各動物をキャラクター化している。同年度から西武鉄道が毎月1日に発行する西武鉄道河原版内のマナーを呼びかけをする欄で毎年度違うキャラクターを制作している。ちなみに2007年度はマナーカルタをテーマとして、中学生のたけし君、2008年度は、小学生探偵の佐藤郎君、2009年度は、学習型のマナーロボット、マナボット君であった。また、沿線祭りの宣伝ポスターで解説などをするキャラクターとして、まつりちゃんがいる。グループ再編後は、沿線の練馬区、杉並区が日本のアニメ産業の中心地であることから、アニメーション作品、及びそれを活用した地域おこしとのタイアップや、アニメキャラクターを使用した自社企画、声優を起用した企画を行っている。近年は、モンスターストライクや白猫プロジェクトなど、ソーシャルゲームとのコラボレーションもたびたび実施している。このほか、ケロロ軍曹やプリキュアシリーズの劇場映画公開前に、広告ヘッドマーク付きの電車を池袋線系統を中心に運転していた。また、2020年11月に本社所在地近くの所沢市東、所沢和田にクールジャパンの総本山として出版大手、角川の文化複合施設、所沢桜タウンが開業。この計画には、西武 HD 取締役会長の後藤隆も参加している。西武鉄道以外の西武グループ系列企業でも、以下のアニメ、漫画作品とタイアップを行っている。特に、サンシャインシティプリンスホテルは、近くに乙女ロードがあるため、女性向け作品とのコラボに積極的である。毎年、沿線の南入曽車両基地で8月頃、武蔵ヶ丘車両研修場で6月頃、横瀬車両基地で10月頃に、車両基地一般公開等のイベントが行われる。ありがとうございます。